整えごとレッスン。一日を気持ちよくスタートさせる朝のルーティーン。朝起きて一番最初に口にしたいもの、それは温かい白湯です。人肌くらいに温めた白湯は、夜にたまった老廃物を洗浄してくれる作用や、冷えている内臓を温めてくれる効果もあります。白湯の後はゆっくりと深呼吸を、丁寧に。今日のコンディションを感じていきましょう。少しずつ準備が整ってきたら、朝のルーティーンをスタートさせていきます。息を吸いながら、右の手で左の耳をつかみ、吐く息でゆっくりと首を右側に倒していきます。左の指先は床を押すことで、首のストレッチがさらに深くなっていきますよ。呼吸を止めずにじんわりと、伸ばしている部位のことを感じてみることがポイントです。少し目線を下に向けることで、肩や首のストレッチ部位を変えることができます。違った首や肩の伸びを感じてみてくださいね。息を吸いながら、右の手を上に伸ばし、ゆっくりと息を吐きながら、上の手を左側に倒していきましょう。じんわりと右の肋間筋や腹斜筋群がストレッチされて気持ちいいですね。ストレッチだけではなく、大きくゆっくりと円を描くように肩を回していきます。肩関節の動きが徐々にスムーズになっていくことを感じてみてください。次は左側も右側と同じ動きをゆっくりとしていきましょう。すべての動作で大切なのは、焦らないこと、急がないこと、穏やかに安らかに、呼吸のペースで体を動かしていくことです。一つ一つの動きが体と心を元気にしていきます。次は首を上下に動かしていきましょう。息を吸うとき、顎を上に向け、喉と胸を開き、息を吐きながら顎を引き、首の根元をストレッチしていきます。次に吸いながら両手を組み、吐きながら両手を遠く通るようにほどいていきます。この時ポイントなのは、肩甲骨を寄せるように肩を回すことです。呼吸のペースで慌てることなく
胸を開きながら何回か繰り返してみてください。次は首を呼吸とともに左右に動かしていきましょう。慣れてきたら徐々に徐々に首を回していきます。上体を使って円の大きさを大きく大きく描けるよう自分の中でイメージしながら動かしてみてくださいね。そして落ち着いたら反対も同様に動かしていきます。朝のルーティーンで大切なことは自分にとって難しいテーマにしないことです。毎朝起きて太陽を感じ、窓を開けて深呼吸をするように、体にも自分の意識を注ぎ呼吸をして、体に生まれる余韻を味わうことで一日が快活に過ごせるのではないでしょうか。整えごとの朝のルーティーンを皆様の生活に取り入れていただけたら嬉しいです。見てくださって心から感謝いたします。ありがとう。